こんにちはったらこんにちは、ジモです。今回はワイヤレスで LED を光らせてみました。と前によその様のチャンネルで見かけたんですけど、秋月にこれが売ってるのを発見して買ってしまいました。ちなみにリアルの秋月電子には多分初めて行きました。通販ではもう何度も使ってるんですけどね。もう何年かぶりかの秋葉原は随分様変わりしてて、道路の両脇にずらっとメイドさんが並んでるところとか何事かと思いました。さてと、本題に移って早速購入した LED を光らせてみましょう。はい、では買ってきたワイヤレス LED を光らせてみます。コイルの内径は 30mm だそうです。電源は今回 5V を使ってます。で、LED 自体は7色買ってきました。もう何色かあったんですけどね。まあ、色が派手そうじゃないので買ってきませんでした。これなかなか綺麗ですよね。この小さな LED のコマの中に、電池が入ってるわけじゃないんですよ。ではなんで光るんでしょうか。ちょっとですね、それについては後で資料でご説明します。はい、7色全部光りました。綺麗ですよね。カメラだとちょっとよくわかんないんですけど、まあ、色はですね、もう少しはっきり、目で見えます。はい。ではなんで、この LED が光ってるんでしょうか。じゃあ資料の方で説明します。はい。ワイヤレスで LED を光らせてみたということで説明します。なんでワイヤレスで LED が光るのか。まあ、端的に言うと、誘導電流が流れるからってことになります。でですね、順番的には、まあ、こっち側、これが送信コイルだとしてください。で、これにはですね、電源とドライバーがついてます。で、AC 的にですね、電流を、ぐるぐると、この送信コイルに、まあ、渡します。でですね、この送信コイルに電流が流れると、こう、磁界がですね、発生するわけですね。で、この磁界の中に、受信コイルがいますので、受信コイルの中に、この磁界による誘導電流が流れます。で、この誘導電流が、LED に、流れて、光るという風な理屈になっています。で、次。で、今回のアイテムです。送信コイルがこれになります。確かこれは、お値段400円ぐらいでした。で、60kHz で、発信することになってます。で、電源電圧は 5V から 9V で、今回は 5V を使ってます。よいしょ。で、次です。これ。で、今度ですね、ワイヤレス LED の子ですね。これは、赤のやつです。で、7色、全部で9色か10色ぐらいありまして、で、本体はですね、LED と、コイル、インダクタンスを組み合わせた商品になっています。なかなかこれ、いいアイデアだと思います。で、お値段的にはですね、この5個入って、250円前後でした。7色とか買ってきたんで、結構なお値段になりましたけど、はい。でですね、次です。よっ。ゲスト。後で、後半ちょっと実験をしてまして、これが自作のコイル。本当に、ラッピングワイヤーをぐるぐる巻いただけですね。20周ぐらい巻いたかな。で、こっちはですね、娘ちゃんが小学校の授業で使った電磁石ですね。これもまあ立派なコイルなので、持ち出してきました。で、これですね、久々に見たエナメル線です、こっち側は。最近ね、なかなか見ないですね。Amazon とか見ても、ポリウレタン銅線に取って代わられてるみたいで、エナメル線というのは久しぶりに見ました。で、先端をですね、これヤスリで削らないと、ハンダ付けもできないですね。まあ、皮膚がついてるので当たり前ですけど。小学校の頃は僕もよく見たなと思って懐かしく思いました。はい、説明は以上になります。はい。では、ここでですね、ワイヤレス LED の拡大写真を見ていただきましょう。このですね、中央にあるのが、LED です。
と、なんかコンデンサーもついてるみたいですね。で、大きさはですね、およそまあ5ミリぐらいっていうところですか。直径がですね。で、ちょっとね、勉強が足りなくて、このコンデンサーがなんでついてるのかは不明です。60キロに強振周波数を持ってきてるのかなとか思ってますけど、ちょっと本当のところはわからないです。で、はい、次。よいしょ。で、これを横から見たところですね。この部分は、汎用のインダクタンスになります。それを熱収縮チューブで多分覆ったんだと思います。まあ、高さもですね、およそ5ミリちょいぐらいっていうところですかね。まあ、おそらく一つ一つ手作りなんでしょうね。はい、こんな感じです。はい、今度はですね、どんな特性なのかちょっと見てみましょう。コイルの内側はですね、大体どこに置いても光るみたいです。で、コイルの外側では、ちょっと離れるともう光が弱くなっちゃいます。すぐ近くではですね、そこそこ光るんですけど。はい。でですね、上に離してみると、まあ2センチぐらいですかね。離れると消えてしまいます。まあ1センチやそこらだったら、頑張って光ってるみたいですね。で、あと、コイルの直上でも消えてしまいます。まあ、磁界の向きが水平になっちゃうからだと思います。で、コイルの内側も、あれですね、端っこの方が少し光が強い気がします。真ん中少し弱いですね。まあ、磁界から離れるからですかね。はい。まあ少しちょっと離れちゃうので、例えばこう、フィギュアの電飾とかに使うのは使いどころが限られるのかなと思いました。で、理屈としてはですね、単純なので、自作のコイルと汎用 LED の組み合わせでも光りそうな気がしますよね。というわけで試してみました。ではですね、自作のコイルと LED の組み合わせを試してみます。いつものブレッドボードにですね、たまたま手元にあった LED を挿していきます。黄色の LED ですね。なんか、一山いくらで買ったやつに入ってたやつです。で、今回 LED をもう一個用意しまして、互い違いの向きに、セットします。誘導電流がですね、交流なので、どっちに電流が流れても光るようにということで、この組み合わせにしています。で、これが自作のコイルですね。20回ぐらい巻いてるんじゃないかなと思います。半径2センチぐらいかね。です。はい。出しました。というわけでですね、送信コイルを近づけてみましょう。光りましたけど、片方しか光んないですね。で、コイルをちょっとひっくり返してみますと、今度は反対側が光ります。どうなってるんでしょうか。ちょっと不思議ですね。自分では少し説明ができないです。で、今度はですね、娘ちゃんの電磁石で、チャレンジしてみます。はい、これが娘ちゃんが授業で使った電磁石ですね。中に、鉄芯が入ってます。ちょっとですね、ワイヤーが硬くて、位置決めが大変でした。で、コイル近づいてみますと、おお、光りました。今度は両方光ってます。しかもなんか、さっきよりも明るい気がしますよね。はい、やっぱりちゃんと、たくさん巻いたコイルの方がいいっていうことでしょうか。少しですね、勉強で、まだ、ちょっとよくわかんないですね。というわけで、まあ、一応、その自作のコイルと LED の組み合わせでも光ることがわかりました。はい。でですね、さっきの、僕が作ったコイルと、娘ちゃんの電磁石の間で、何が違うのかなっていうのは気になったので、とりあえずですね、ちょっと波形を見てみました。これです。これがですね、手作りの、コイルの出力を、後ろで見たやつです。この後ろですね、手作りじゃないか。まあ、ハンディ後ろのキットで、前に動画で作ったやつですね。はい。で、こうしてみると分かりますように、上下全然非対称になっちゃってます。これが0なので、片方の
振幅は全然取れてなくて、もう片方が立ってます。だからこっちは光って、こっち側は光らないっていうことになってるんですかね。はい。このせいで、LED が片方しか光らないってことになってるみたいです。で、VPP は 2.55V で、ここからここまでの電圧が 2.55V っぽいです。はい。で、次にですね、電磁石。娘ちゃんの電磁石ですね。これも振幅が全然違って、VPP が 11V ぐらい実は出てて、で、ここを中心なんですけど、まあ、こっち側も 4V、こっち側は 6V ぐらい電圧が出てるんですね。なので、両方の LED がちゃんと光ったという風になっているみたいです。まあ、娘ちゃんの方の波形もですね、やっぱりでも非対称は非対称で、なんでこんなことになってるのか、少しわからないところがあります。発信機の方のですね、波形を今回ちょっとまだ見れてないので、そこが気になるところにはなりますね。はい。よいしょ。というわけで、今回コイルというのはなかなか奥深いなと思いました。で、この誘導電流をですね、使った製品としては、携帯のワイヤレス充電とかですね、台所の IH ヒーターとかがこれにあたります。それぞれですね、誘導電流を、まあ、バッテリーに充電したり、熱に変換して料理をしたりとかいう使い方をしています。で、あとですね、今回作ったお手製のコイル、出来がいまいちだったので、まあ、例えば、まあ、基数を増やすとか、中のにコイルを入れたら、あ、コイルじゃないや、コアを入れたらどうなるのかなとか、また試してみたいなと思います。はい。あとですね、まあ、で、ワイヤレス LED 綺麗なので、何か、使えないかなと、これを使って何か作ることができないかなとは考えています。はい。ではですね、この動画、気に入ってくださった方は、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとか、していただけると大変僕は嬉しいです。ではまた次回、よろしくお願いします。